大谷くんとアラエスの子供ちゃん。顔がアラエス。あら可愛い。いい笑顔。大谷くんと多分オズナのお子さんかな。一番左の子供ちゃんはわかんないけど。可愛いですねみんな。素敵な写真や。翔平大人気。キッズに寄り添う優しい笑顔。大谷さんの笑顔は癒し。大谷さんの S がフリーマン息子くんに占領されてるのも良い。手前の二人以上に奥のマッチョマンが気になる。背中と尻の筋肉すごい。大谷さん爽やか。後ろ姿すんごい体の選手いる。Y もそこに目がいった。誰だろう、ネームプレートがよく見えないけど、ごっついね、さすが。テオだね。テオかな？筋肉やばすぎる。後ろの筋肉ムキムキなテオスカーに目がいってしまった。ハンターグリーン、弟のEさんがオールスターたちとクラブハウスで過ごしています。彼はこの日のことを一生忘れないでしょう。翔平とEさんが出会った。素晴らしい。それはとてもクールだ。すごいな、ナイス。この笑顔を見てくれ。素晴らしい経験やね。よくやった、ハンターグリーン。放送で彼を見て、彼が誰なのか気になっていたのですが、彼にとって素晴らしい瞬間でした。それはあなたの弟とハンターにとって素晴らしいことです。あなたにとっては、これからのオールスター戦の最初の試合です。タイガースファンとして幸運を祈ります。ハンター、頑張って。去年、リグレイで6イニングの素晴らしい投球を見たよ。連れてきてくれて本当に良かった。彼にこんなプレゼントをあげられるなんて本当に素晴らしい。なんてクールな思い出なんだ。君はもっと早く投げられる。大谷より少し低い程度の身長？ノートルダム高校シャーマンオークスと、ロサンゼルスドジャースが試合で繋がる。アッツ売りのジャージを着ている弟が大好き。イタリアのユニフォームを着て、素敵だ。ドジャースと契約すれば、彼はたくさんの思い出を持つことになるだろう。コアメモリー。とてもクール。